背に走り出す街の中叩かれたいつものように肩を君に夢中なことに訳なんてないのにその決勝リーグ進出をかけた松陽対湘北の戦いは終盤に入って流れは完全に松陽のものとなった。試合前に5点で抑えてみせるといった松陽長谷川の徹底的なマークに三井は得意のスリーポイントシュートが決まらず、桜木花道もあと一つで退場となる4つ目のファールを取られた。残り時間5分を切り、疲労の色が濃い三井、退場を恐れて縮こまる花道。しかし湘北の監督安西は三井と花道がこの試合の鍵を握ると信じ、二人を変えようとはしなかった。言っただろう、5点で終わりだ。くそ、三井嵐のスリーポイント。さすが松陽強い。ここへ来て一気にスーパーシードの実力発揮だ。これで決まった。なんかもう試合が決まっちゃった雰囲気だな。松陽は人気あるからな、特に藤間ってのが。まだ試合が終わったわけじゃないわ、まだ5分もある。それに人気だって負けてないわ。ほらレッカーはレッカーレッカーはレッカーは、確かにこれは負けてねえやでしょ。だけどそろそろマジで湘北は追い詰められてきたって感じだ。どうするよ花道。大丈夫か道。うるせえ、人のことより自分のことを考えろ。頑張って湘北。頑張ってるんですけどね春子さん、あと一つファールスと退場、それだけは何としても避けねば。やはり強い。これで決まりっすかね、マキさん。ああ、そうだな。藤間、この男が一人加わるだけで松陽はこんなに強いチームに変わるのか。決勝リーグに行くのは湘北じゃない、俺たち松陽だ。ああ、ダメか。あと5分、12点差。どうしたの、声が出てないわよ。はい、いけいけ湘北、いけいけ湘北、いけいけ湘北。ここで終わりになるのか、俺たちの最後の夏が。三井、赤城、まだだ、まだ終わりたくない、まだ。三井は相当疲れている。だがここで奴に抜けられては逆転の目がなくなる。長谷川、そろそろ三井も限界だぞ。三井大丈夫か、膝。三井、くそ。三井、三井さん。Thank you.
ベンチの一年にまで心配されちまってる。これが三井久志の姿か。三井パスパスパス。くそ、三井真正面から強引だわ。ファウル6番。しまった。三井大丈夫か。おい三井さん。三井、そうだ、思い出せ。あの時はもっと苦しかった。残り12秒しかなかったんだ。まだ時間もあるぞ。絶対勝てる。このスーパースター三井がいる限り、武井中は絶対勝つ。みっちゃん。俺の一言でみんなが逆転の希望を持った。そして、あその時、最後まで希望を捨てちゃいかん。諦めたらそこで試合終了だよ。希望を捨てちゃいかん。諦めたらそこで試合終了だよ。くれ、みっちゃん。戻れ。撃たせるな。絶対三井には撃たせるな。おい、ミッチ。触るな。そうだった、 MVP を取った時もそうだったはずだ。こういう展開でこそ俺は燃えるやつだったはずだ。ミッチ、目は初めて湘北バスケ部に入ってきた時の目だ。三井、そうです、その目ですよ三井君。最後まで諦めてはいけません。三井の目の色が変わった。え、これでまた一波乱があるかな。けど三井はフラフラっすよ。流れは完全に商用だし。まだ時間はある。流れが再び変わるには十分だ。フリースロー、スリーショット。時間いっぱい使ってゆっくり狙え、三井。スリーポイントシュートの時のファールだからフリースローは3本ね。うまくいけばプラス3点。ああ、おまけにいい時間稼ぎになる。これで三井も少しは休める。どうしてそんなすぐ打つんだ。休めよ。
きを始めるぞ。俺の気持ちが冷めないうちにな。Let's play basketball, guys. You feel like the wind when you've got the ball and go to the basket. Let's go for it. It's cool to be with your brothers.果敢にボールを奪いに行く積極戦法で、フロントコート、バックコートを問わず全面的に展開するディフェンスのことを言うのだ。ここで一発大逆転を狙えるディフェンスである。ルカは7番、桜木は8番につけ、宮城は藤間だ。花形は俺が止める。抜かれんじゃねえぞルカは。あー、こら無視しやがったなてめえ。おお、湘北オールコートで当たってきたぞ。いよいよ最後の勝負をかけてきた。当然だ。湘北にしたらここで何とかしないと、このままで試合終了だ。バカな、オールコートなんて。三井、お前はもう限界のはずだ。オールコートのディフェンスはとても疲れるんです。大丈夫かしら三井先輩。ここからが三井君の本当の実力が発揮されるところです。来い。取った、湘北ボール。この一本は大事だ。じっくり攻めて絶対ものにする。宮城、どう攻める？三井さん、中へ切れ込んでかき回して赤木の旦那につなぐか。何？うん、フリー。リバウンド。三井久志、この場面でよく決めたな。負けねえぞ。11点目。ディフェンス。さあここだ、根性見せろよお前ら。こんなところで負けてたまるか。俺が入ったのにベスト8ぐらいで負けてたまるか。俺たちも混ぜてくれ宮城。よせ。そうだよな宮城、
自分のせいで出場停止とか食らっちゃ嫌だもんな。なあ宮城、出場停止亮太体育館でバスケ部が暴力事件、バレりゃ公式戦出場停止、下手すりゃ廃部ってこともあるよな。やりやがったなとうとう手を出しやがったな。これでお前らは出場停止だ。これでこれがどうした。桜木花道死ねよ桜木。うわあ、バカ者！三井さん！ここで働けなけりゃ。繰り返してみろよ、オラ。安西先生と、もう二度と喧嘩はしないと約束したんだ。やめろ、桜木！手を出すな！やめろ！そうはさせねえぜ。ただの大バカ野郎だ。強い男三井の復活で昭陽に3点差と詰め寄った湘北。しかし試合の鍵を握るもう一人の男桜木花道は
まだ思い切ったプレーができずにいた。ファール4つ、あと1つで大丈夫。大都会に僕はもう一人で、投げ捨てられた空き缶フォーファールで手出しできねえのをいいことに、俺のところが穴だと？ふざけるな！おいドアホー、何縮こまってやがる。らしくねえんじゃねえのか。なに？ルカはてめえには負けねえぞ。フォーファールがどうした？俺は天才だから大丈夫のはずだ。スラムダンク、退場目前、花道ピンチ。見てくれよな。